こんにちは、ハナソーニーの尾関淳子です。こちらの小さな花壇苗、この苗を植え付けるときにちょっとひと手間かけるとお花がもりもり咲くという方法についてお話しさせていただきますね。ほら、まだお花は上がってきていませんが、こちらピンチ摘心ということをしておいてやると、この下の芽もこの下の芽も動き出して1本が4本から6本になっちゃうよということをしますよ。はい、やり方は一番上から、まあ、これくらいのところで切っちゃおうかな。下から数えた方が分かりやすい方は1段2段3段4段目くらいのところを、はい、見えないね、この辺のところにチョキンと切っちゃいます。このように切っておくと、ここの芽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 、1,2,3,4,5、5に10、1本が10本になってしまいますよ。もりもりたくさんお花が咲きますので、ぜひ植え付ける前にはこのようにズズ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 くるくるくるピンチをして植え付けてあげてくださいね。花ソーニーの尾関淳子でした。またねー。